橋口選手お疲れ様です。まずはキャンプ初日が終わりました。振り返っていかがですか。まあ生まれ育った宮崎のキャンプなんで、まあ、充実したキャンプになりそうな予感はしてます、まあ、先ほどもありましたけど地元で迎えるっていうのはまた少し気分が違うのかなと思って、どうでしょうか。そうですね、プロサッカー選手として帰ってこれたのはすごい嬉しいことだし、それを皆さんに見てもらえたらなって思います。プロになって帰ってくるのは初めてですか。そうです。個人的にこのキャンプでこんなことをやっておきたいなみたいなテーマがあったら教えてください。やっぱりチームのスタイルに馴染むことがやっぱり一番だと思うんで、まあ、開幕戦も近づいてきてるんで、それに向けてチームとしても個人としてもフィットしていけたらいいなと思います。今自分的には大体どれぐらいフィットしてるかな、色が出してるかなっていう感じですか。やっぱり対人の場面だったりヘディングの場面だと、いいところ出せると思うんですけど、まあ、やっぱりラインアップの面だったりチームで全体でプレーするっていうところではまだまだ改善する余地があるかなっていうふうに思います、まあ、フィットする上でコミュニケーション大事になると思うんですけど、はい、宿舎の部屋は誰と一緒になったの。ゆうきくんとまさくんと一緒なんで、まあ、よくしてもらってます。どうですか、そのメンバーで過ごすのは楽しみですか、それともなんかちょっと不安だなとか。いやいや楽しみです。もうある程度話はしたりとか。そうですね、結構もうチーム始まった時からチームみんなと仲良くさせてもらってるんで、そこは不安はないです。まあ、これからね、いろんなどんな先輩なんだろうなとか、そういうのが分かってくるのかなと思うんですけど、その辺の楽しみみたいなのありますか。そうですね、ゆうきくんは結構いろいろ年は上の方ですけど、みんなに気をかけて喋りかけてくれたりするんで、そういうところはすごいありがたいんで、まあ、チームも雰囲気良くてすごいいいと思います。改めてこれから約2週間のキャンプ始まります、ファンサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。この約2週間のキャンプを有意義に過ごすことで、まあ、いい雰囲気で開幕戦迎えられると思うんで、皆さん楽しみに待っていてください。よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。